さあ今回はですね、ポルシェ 911T、こちらね水平対向6気筒、3リッターのね、ターボとなってますが、馬力が380馬力だったかな、それですね、今日はあいにくの雨模様ですが、どんな感じなのか乗ってみたいと思います。さあこちらの、ポルシェ 911T なんですけども、まあね、当然ポルシェなのでどれ乗ってもいいに決まってるんですが、この車のフィーリングはですね、まず尖ってない、馬力も、380馬力、そして車重がとっち軽め、乗った感じはねちょうどいい加速感のちょっと上で、フットワークもすごくこう小気味よく行く、僕の乗ってるイメージとしては本当に運転がまず楽しい、そして人馬一体になれるので、イメージ僕が車を乗りこなすって感じより、車と僕が一体化して満ちたい僕みたいなね、そんなイメージなんですよ。だからすごく誰が乗っても乗りやすい車で、この何だろうね、こう円グラフ、そのパワーとかコーナリング、ブレーキングとか、そういう円グラフがとっても丸くできてる感じで、そんなにすごいものは何もないんだけど、すごくまとまった車で、言うなればね、料理作る人が素材をうまく調理して、調味料を使ったり醤油かけたり焼いたり煮たりして美味しい料理を作りましたって感じではなくて、その野菜そのものが美味しくできてて、取れたてそのものが、生の野菜を食べたらなんかこう甘いとか美味しいっていう、その素材の味が美味しいみたいな感じの車でした。僕は今これベタ褒めで褒めてるんですよ。そしてこちらの車ね、なんと7速ミッションなんですよ。で7速もあるから、まあいるそれとかって思いますけど、まあ、高速道路ぐらいしか7速使わないと思いますが、一回ね無理にねちょっとこう7まで入れてみたんですよ。で7まで入れるのは別にいいんだけど、ダウンの時にね7から6 6から5って落とすじゃないですか。で普通ねこう落とす時って、なんかこう落としたら大体3速なんですよ、まっすぐのところが。なんだけど5速に入れなきゃいけないから、若干右方向に抵抗かけて落とさないと、やっぱり気を抜いて7から6、5のつもりでやると3に行っちゃうんで、ここのところはちょっと要注意ですね。ポルシェとはこういうもんなんじゃないかなっていう代表的な車です。ぜひ一度ご賞味あれ。